沢大学の魅力、まずちゃんと周りの人とかのレベルが高くて、自分もその周りを見てたら頑張ろうって思えるところと、あとなんか他のプログラム、今日本文学に所属してるって言ったんですけど、それ以外の心理学とか考古学とか日本史学とかいっぱいいろいろある中の、そういうのも自由に取りに行ったりできるところがすごいいいところだなって思います。将来の職業だと、公務員になりたいと思ってて、国とか地域のために頑張りたいなって思って、今勉強とかもやって頑張ってます。あとは個人的なことなんですけども、短歌が好きで、やっぱり大学に入ったので、そう遠くないうちに10年以内ぐらいに自分の本を出したいなっていうのが夢です。もともと心理師、なんかカウンセラーっていう仕事に興味があって、心理学の勉強したいなって高校ぐらいから思ってました。心理学がすごい好きなんだなみたいな先生が多くて、研究のこととかに聞くと、すごいなんかたくさんのこと返ってくる感じで教えてくれる人が多いと思います。目先の目標は公認心理師の資格を取ることです。その後は実際心理学が必要な現場で実践的な知識とか技術を身につけて、変わったことが好きとか新しいことが好きな側面があるので、なんかちょっと新しい形とか今までにないような形とか、今ある最先端のような形で世間的な心理的な健康に貢献できるようなことができたらいいなって思ってます。